あのハンマー取って一ノに作って、今度はスーパーボールフラワー取ったんで一ノさん作ったっていうやつですよ。やっていきたいと思います。自分のコースねんけど、今投稿したばっかねんけど、まあ、こんな感じになって、ちょっとだけ謎解き予想ができるなっていうのは、このスーパーフラワーボールフラワーも、このトゲを取ってストーリーでトゲを取ってクリアするんですよね。でトゲを取ってクリアするときに、スーパーボールフラワーでなんなんやって言ってたら、ゲームボーイのやつやったんです、これ。これが最高じゃないですか。で、しかもこれは、あれでしか使えないです。このマリオスキンでしか使えないんで、マリオスキンに僕今までニューしか使ってなかったんで、こういう仕掛けも合わせてオンオフスイッチとかを嬉しく使ってるっていうことです。一番の特徴この跳ね返りですよね。この跳ね返りにどんだけあの時さ躊躇したか、躊躇っていうか、あのゲームボーイ乗った時、なんこれマリオじゃないよこんなんと思ったっていうのがあったんですよ。どうしてもあって、それはで この跳ね返りがもっと便利になるといいなって思いまして、そういうコースを作ってみたつもりでございまして、でこれやってください。でみんなもここでついでにこのタスのこいつすごいヒットポイントあるから、この時の長い時に言うと、コース ID をツイッターで募集してるんですよ実は。で今ちょっと見てみますかね、何個か来てくれてたんやって、7個ぐらいだから、もうちょっと集まったらさお願いします。僕のツイッターに投稿してくれれば 10人に1人1000ポイント当たる仕様になってます。あのキャラもさ何なんか分からないっていうのがジュニアか、あれジュニアかって言うと今なんかお笑い芸人みたいになる時代なんやね。昔はそんなんじゃなかったんやけど、でここにちょっとだけね、これ多分こういけないんで、ちゃんと行けなくなってるつもりです。でしかも左側の線をブワーって上まで流すと違うステージのように見せかけられるっていう仕様を思い出しまして、 PV で言ってたのこういう風にやるというのを作りたかったと。はい、お疲れ様でした。だからコース募集してます、失礼いたします。で、あとね、カロンへっていうタイトルになってるんやけど、カロンがすごい好きじゃないですか。なんで空中に打たれ、あれでカロンがすごい好きなんで、カロンを履いて1の4に向かったという体なのにカロンを置いてってるっていうね。ありがとうございました。ゲームボーイのマリオが来ると思わなかったわ。これの、この跳ね返りを追加したような、跳ね返りを駆使しないといけないようなコースがあると面白いんじゃないでしょうか。以上です。